俳優の瀬戸康史、神尾楓玉、久与龍渉が、生見愛理主演の4月期 TBS 系火曜、ドラマ、誰が私と恋をした ?50 時に出演することが決定した。3人は、生身演じる、主人公、緒方真琴をめぐる恋の四角関係を繰り広げる。本作は、人に嫌われないよう、自分自身の元を見せず悪目立ちしないように生きてきた主人公緒方真琴生身がある事故で記憶喪失になり手元に残された男性用の指輪を手がかりに恋の相手と本当の自分を探していくラブコメミステリー。